いよいよプロ野球ペナントレース、セントラルリーグの開幕、2回マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ナイスバッティングです。さあこの対決に集中します。第4球は第3球入りました。強い当たり入れば先制だ。よし、いや緊張しますね。今あれでね、品川のホテルに俺らが入ってきてるってことだよね。入ったっす。はい、はいはい、タマゴーズ、あ、アツシ、はい、どうも、入ってました。ここで今回の企画のルールを説明する。実況パワフルプロ野球2021年版を使用し新球団を作成。選手はペラントモードレ3年間をかけて獲得し、または戦力外選手と助っ人外国人も獲得が可能。資金も限られているため、予算と選手の獲得のバランスが勝敗の鍵を握る。また、1年目、2年目に獲得した選手は、2軍固定でペナントを回すため、3年目に全選手がルーキーとして開幕を迎えることになる。そしてここで、撮影ミスにより、1年目のドラフト会議の様子が撮れていなかったため、獲得した選手を一緒に振り返っていく。今後のチームを代表するスター候補を獲得したい敦史監督が、ドラフト会議で1位指名した選手は別府エイジ。カットボールと伸びのあるストレートを武器に東海のドクター K と呼ばれ、夏の甲子園優勝投手になり、今年の高校生を代表する投手を単独指名で獲得することに成功。ドラフト2位では1位指名候補に上がっていた高校生ナンバーワン遊撃手榊淳也を指名。高校生離れした肩と守備力に定評があり、守備の要として期待がかかる。ドラフト3位は高野健吾。今年のドラフト内でもトップクラスの走力を誇る高校生外野手、リードオフマンとしての期待が高まる。ドラフト4位は木曽正幸。高校生ながら150キロ近い速球が売りの本格派左腕。投手陣を構成するにあたって速球派左腕は貴重な素材である。ドラフト5位は安井隆。パンチ力のある高校生内野手、サードとショートを守ることができ覚醒が待たれる未来の4番候補である。ドラフト6位は福寿啓太。左投げにしてナックルボールを操る技巧派投手。高校時代に東北とドクター K と呼ばれていた。ドラフト7位は石野毛利。夏の甲子園の決勝でドラフト1位の別府エイジと優勝をかけて戦った経験を持つ東海の鉄砲型と呼ばれており、プロ入り後はライバルバッテリーの誕生に期待が高まる。ドラフト8位は板間正隆。スローカーブが売りの高校生左腕。緩急を得意としており、ソフトバンクの工藤監督や元中日ドラゴンズの今中慎二選手のような活躍が期待される。ドラフト9位は井出俊雄。得意球はカットボール。関東の精密機械と呼ばれており、針の穴を通すコントロールが期待される高校生右腕。ドラフト10位は久野茂。ポーカーフェイスな高校生右腕。多彩な変化球を操り、開始名からの下克上に期待。以上、10選手を獲得に成功。3年後が開幕ということもあり、今年のドラフトは全て高校生を獲得。3年後の開幕に向けてしっかりと育てていきたいものだ。そしてその後のオフシーズンに戦力外になっていた楽天の福井投手、阪神の桑原投手、 DeNA の武藤投手、中井内野手、中日の谷本投手、マルティネス捕手、そしてエース候補として日本ハムファイターズから斉藤佑樹投手の獲得に成功し、ハンガチ効果でメディアの心もしっかりと掴むことに成功した。終わりました。無事に。いやこれちょっとすごい楽しいね。これ何年でもできるわ。いや別府選手本当にちょっとね活躍してほしいね。ちょっと色黒で。色黒でしょうね。高校生だから。榊選手ね。はい、高野選手。あれ？あ、そっか。巨人勝っちゃったんで。さあドラ1をどうするか。セカンドのあの子でもいいからね。はい、これか。あ、違う、外野の子ですよ。あ、外野セカンドね。はい、
広上くんね。はい。あ、そこ社会人。どっちかやな。どっちかは絶対消えるね。最多か。いや、もう消えますね。両方も多分ドライ1で、外れ1位とかでも全然消えると思います。で言えば、犬飼いとかも間違いなく。そうなんだよ。うわ、今年豊作すぎない？消えてきますね、この辺が。いやー。左、いや、確実にローテは守ってくれそうですもんね。犬飼いでいきます。1巡目はでもピッチャーをね大事にしたいから。いやちょっと待っていやロマンありすぎやろ。だってこの2人、うわこんな迷うか。いやでも犬飼い君若いからまだ1歳、社会人やろあの2人。あの2人社会人です。いきます。犬飼いすら被る可能性がある。そうよ。さあ、被った。うわ、埼玉めっちゃいってるやん。逆に言えば、広上は被ってないです。で、次で絶対また被るやろ。これ初めてや、どうしよう。めっちゃ欲しい犬飼い。左手でいきます。あ、おっしゃっけよっしゃー。逆にこれで広上が残ればドラ2で取れるので。え、残らんさすがに。これあ、カオちゃん。お、あれあいつや。誰やったっけ。おった。あ、残ってる。広上残ってます。逆にあとこれで阪神が中日が示したければ。オッケー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 。で誰やと思う。千葉が行かなきゃ。あ、取りました。ドラ2広上。もう、これいかんってなると怖く。あ、どれやった。いや、いや、すいません、ガイアですね。よし、これでかい。これいいんじゃない。今回のドラフトめちゃくちゃいい。あれ、あれっすもん、だからもう、あの佐藤君みたいな感じですよね。そう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 。あ、川原おったわ、俺のメモに。日傘とかも155キロとか投げてるんですね、で高校生ピッチャーとかどうですか。高校生ピッチャーまだ残るんちゃう、こんだけ豊作やったら。逆にいけるとこ行った方がいいと思う。キャッチャーはあのナンバーワンの C だった。行かれてるな。あー、うわー、行かれちゃった。まあまあキャッチャーはあれに頑張ってもらおう、石野。うわほら、もう、うわうわ、めっちゃ豊作や今年。ちょっと待って、ファースト一人ってどういうこと。あ、今これがってこと。ん、いや、うちのチームですね。ファーストが一人しかいないです。なんで、なんで一人やめてね。誰かやめました。おい、ほら、ようやく20万だろ、絶対。おい、誰やめたん。おい、ウレーニャとかやめてるんちゃう。ウレーニャですかね。ふざけんなよ。ウレ帰国した。ほらファースト、いやちょっと、あ、ダメだ。でもアリエル・マルティネスがファーストギルんで、そう、もう今晩するしかなくなったやんけ。すいません、ブレーンやってたるな。え、さっき辞めるいたかな。ちょっと何してんすか。いや、ちょっとこっから迷うな。これピッチャー行くか。まだいいの残ってるな、多分ピッチャー残ってそうですね。あのアンダースローのことか。立石、取られてるわ、ちゃんと行かれた。いや、そしてお、高校ナンバーワン、これやん。いいよ、めちゃくちゃいいじゃないですか。うん、左ちょっと多くなっちゃったね、多分。あー、なんだかんだ左を取るの、うん、水欲しいね。そうですね、犬飼いも左ですもんね。まあ、高校生の右のなんか B みたいな子、あの子普通に。どれ？ここありなかったっけ？今年球遅いね、みんな高校生。そうです。あ、この子が取られてるわ。じゃあ平尾だって断られてた。この辺取っとくか。まだ残るよな、多分。それは残ると思います。でも言ってそんなにもう、
待って松藤これ松藤ってどこにいたんだっけ。あれ松藤ピッチャーか。松藤なんていないか、いないわ。あ、普通に取ってるやん。取ってます。松藤もこれを取れたらでかいですね。あ、で平尾もチェックしてた。え、で上松がこれか。あ、上松最多速攻行かれた4球団競合でしたからね。でこれ取れたらでかいね。でかいっす。これ2位1位で行くかぐらいでしたから、ね、で川内も取られてんだ。あ、高校生であのスペックは。いやでも結構みんなどの球団もいいドラフトはしてるね。今年豊作ですね。野手が特に今年はすごくいい。ちょっとでもどうしような、取っとかな。なピッチャーでいいんじゃないですか、大学生とか。いやいや、ファースト。ああファースト。ああでもまあ来年外国人引っ張っていくね。それもありです。はい、オッケーオッケー。キャッチャーをちょっと、お、でもこの辺、そうですね、担当もあります。とりあえず愛知県社会人トヨタ自動車ですかね。こういうとこ、でピッチャーなもん、はい、こんなの取っといていいんちゃう。24歳でもだって26やから。ああ、まだまだいい時ぐらいに。まあでも先に若いの取れるんだったら取っとく。ああでこれもいつか取れる多分。まだ先発アンダースローですよこれ。えっ、この子2人やで。でもそしたらアンダースロー、あれ、はい、さっきアンダースロー取ったやろ。だってさっき取ってない、取れなかったんです。あれ嘘、あ立石か、はい、あじゃあこっち取っとこうか。高校生のアンダースローいいんじゃない。すごい、コントロール C ありますからね。牧田2世で。牧田いますよね、うち。うちにいる。確かに、教えてもらえる。はい、確か、戦力外取りましたもんね。山梨くん取っとく？山梨って名前は宮城やって。150キロ。まあ、社会人な即戦力で、ローテーションを追ってくれる。そうね。1年調整してもらって、これもねちょっと愛媛の取りたいな。野手はいないよな多分。